はい、こんにちは、ペゼプテ。よろしくお願いいたします。今回の動画はですね、今日の更新で神イベント、プロスピトレジャーが久々に登場したということで、このプロスピトレジャーとは一体どんなイベントなのかというところから、なんで周回する方がいいのか、なんで神イベントなのかというところまで、このプロスピトレジャー完全攻略していきたいかなと思いますので、ぜひですね、このプロスピトレジャー効率よく累計まで終わらせようと思っている方や、周回しようと思っている方はですね、この動画参考にしていただければなと思います。でですね、この動画が少しでも面白かった、わかりやすかった、今回のトレジャー走るぞと思っている方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速、本題の方入っていきましょう。はい、では早速ですね、プロスピトレジャー完全攻略していきたいかなと思います。まずは初めにですね、このイベントどんなイベントなのかと言いますと、このイベントはですね、V ロード試練チャレンジカップで試合を行い、その試合を行うとですね、シャベルというですね、イベント専用アイテムを獲得することができます。で、そのシャベルを使ってマップを発掘し、その発掘したことで獲得できる発掘報酬だったり、マップのクリア数に応じた報酬を狙っていこうというようなイベントになっております。で、続いてこちらがですね、今回の主な累計報酬まとめとなっております。30エナジー、S ランク 30% 契約書1枚、S ランク補助券1枚、覚醒の新戦力の選択 A ランク契約書1枚、A ランク契約書1枚となっております。はい、このイベント6周クリアするだけでこのような報酬が獲得できますので、どんな方でもですね、この最後の20エナジーまで獲得していただければなと思います。で、今回の累計報酬に用意されている覚醒新戦力の A ランク選択契約書を誰を選べばいいのかという話なんですが、純正をやっている方はですね、ご自身の球団選んでいただければなと思うんですが、12球団勢の方はですね、細川選手か大竹選手、この2選手がですね、早ければセレクションなどで登場する可能性あるかと思いますので、この2選手どちらかを選ぶのがいいんじゃないかなと思っております。で、さらに累計報酬で用意されているこの S ランク補助券についてなんですが、こちらの補助券はですね、8枚集めると S ランク契約書と交換することができるような券になってますので、こちらの補助券はですね、毎回必ず回収していただければなと思います。で、続いてこのイベントは累計以降も周回する価値があるイベントなのかと言いますと、このイベントはですね、累計以降もエナジーを使ってでも周回すべき神イベントと言っていいのかなと思っております。はい、なぜかと言いますと、2点理由がありまして、まず1点目がですね、累計の6週以降、1週ごとにですね、このランダムボックス報酬を獲得することができるんですが、このランダムボックス報酬ではですね、S ランク契約書を獲得することができるということで、確率はそこまで高くないんですが、S ランク契約書を獲得することができるという理由がですね、1点目の理由。で、2点目がですね、この発掘報酬がめちゃめちゃ美味しいイベントになってまして、こちらがですね、過去100エナジーを自分自身が使った時に獲得した報酬一覧になるんですが、100エナジー使用で返ってきたエナジー数が22エナジー。で、ゴールド契約書3枚、5000スピメダル、A ランク特訓コーチ3枚、B ランク特訓コーチ20枚、で、5万コインということで、このイベントはですね、育成をしながら、育成素材をかなり集めることができ、さらに運が良ければ、このランダムボックス報酬で S ランク契約書も獲得することができるイベントになってますので、このプロスピトレジャーはですね、無課金の方でも累計以降エナジーを使ってまで走る価値があるイベントになっているのかなと思っております。ということで、ここからはですね、そんな神イベントプロスピトレジャーの具体的な攻略に入っていこうかなと思います。まずこのイベントを V ロード試練チャレンジカップではどのようなオーダーでやるべきなのかという話なんですが、こちらはですね、普段通りの育成オーダーで行っていただければなと思います。はい、このイベントはですね、試合の勝敗などで獲得できるシャベル数は変わらないイベントになってますので、普段通りのですね、育成オーダーで臨んでいただければなと思います。で、続いてその試合では自動自走鎖どちらでやるべきなのかという話なんですが、基本的に自走鎖推奨のイベントになっております。はい、このイベントではですね、自動で1試合行った場合だと3シャベル。ですが、自走鎖で活躍値700まで稼いだ場合だと、6シャベルを獲得することができ、このシャベルをですね、より多く稼げば稼ぐほど、累計までの進みが効率よくなってきますので、このイベントはですね、基本的に自走鎖推奨のイベントになっているのかなと思っております。で、続いて今のタイミングは V ロード試練チャレンジカップどの試合を行えばいいのかという話なんですが、まだですね、終わっていない方はチャレンジカップ最優先で行っていただければなと思います。はい、今週のチャレンジカップはですね、410カップというですね、コストが制限されたチャレンジカップが登場しているんですが、このチャレンジカップはですね、D ランクの選手を数人入れていただければ、どんな方でもクリアできるチャレンジカップになっているかなと思ってますので、まだ終わっていない方はですね、チャレンジカップ最優先でやっていただければなと思います。で、チャレンジカップ終わった方はですね、今来ているサブイベント、長子くんザワールドをしっかりやっている方だと、経験値 1.2 倍が選べる期間かと思うんですが、
まあ、経験値 1.2 倍はですね、そこまで育成効率に差が出てきませんので、まあ、育成したい選手がいる方は V ロード。で、本が欲しい、試練の本が欲しい方は、試練大解放をして試練をやっていただくように、まあ、どちらでも好きな方をやっていただければいいのかなと思っております。で、続いて具体的な発掘の仕方についてなんですが、こちらはですね、累計回収で終わろうと思っている方と、まあ、累計以降も周回をしようと思っている方で、まあ、2パターンのですね、発掘の仕方がありますので、それぞれ解説していこうかなと思います。まず累計回収で終わろうと考えている方はですね、まず真っ先にモアイか看板を発掘していただければなと思います。はい、このイベントはですね、一つのマップあたり3つの財宝を掘り当てることができると次のマップに進むことができるようになっており、まあ、累計回収を考えている方だとですね、より早く次のマップに進んでいただくのがいいのかなと思ってますので、まあ、その財宝発掘に役立つですね、まあ、看板モアイ像を真っ先に掘っていただければなと思います。はい、看板を掘った場合だと財宝への方角がわかるようになっており、モアイ像を掘った場合だと財宝までの距離が分かるようになってますので、まあ、累計回収を考えている方はですね、まず看板モアイ像を発掘して、まあ、財宝をですね、より早く掘り当てられるように立ち回っていただければなと思います。で、この看板モアイ像の対象のマスの見方については、このようにですね、看板やモアイ像をタップすると、まあ、財宝がある可能性のあるマスがですね、光るようになってますので、まあ、このようにですね、一度タップしていただければいいのかなと思っております。で、続いて周回をする方に向けた発掘の仕方なんですが、やっぱりこのイベントはですね、まあ、ランダムボックスの S ランク契約書も魅力的なイベントなんですが、やはりですね、発掘報酬のスピメダルだったり A ランク特訓コーチ、 B ランク特訓コーチなどを乱獲することができるというところが一番の旨味になってくるかなと思いますので、まあ、累計以降周回しようと思っている方はですね、財宝をなるべく掘り当てないように、まあ、縦1列や横1列などで、まあ、なるべく多く発掘していただければなと思います。はい、この財宝をなるべく掘り当てないようにする発掘方法の最大のメリットで言いますと、まあ、より多くですね、発掘報酬を獲得することができ、その発掘報酬の還元率を少しでも上げることができるというところが、最大のメリットになってくるかなと思ってますので、まあ、周回勢の方はですね、なるべく財宝を掘り当てないように発掘していただければなと思います。なので、周回しようと思っている方は、モアイや看板などは発掘せずに、最初からですね、縦1列や横1列に発掘していただければなと思います。で、続いてこのイベント専用のアイテムショップでは、どのアイテムを買うべきなのかという話なんですが、まあ、個人的にはですね、この優先度で買っていただくのが一番いいのかなと思っております。まあ、特にですね、ドリル縦横で、さらにすごいシャベルはですね、シャベルを使わずにより効率よく発掘をすることができますので、まあ、特にこの3つのアイテムはですね、優先して交換していただければなと思います。で、ここで1点だけ注意点なんですが、ドリル縦横でさらにすごいシャベルを使用する際は、すでに掘っているマスがあるとエナジー効率だったり、まあ、累計の進みに関わってくるところになってきますので、まあ、特にドリル縦横すごいシャベルを使う際は、すでに掘ってあるマスがないかを確認してから使っていただければなと思います。ということで、プロスピトレジャー完全攻略については以上になりますので、最後にですね、簡潔にまとめますと、まず1つ目、 V ロード試練チャレンジカップの試合ではなるべくですね、自走作を行っていただければなと思います。で、2つ目、累計回収をしようと思っている方はですね、まず真っ先にモアイか看板を発掘して、まあ、なるべくですね、早く財宝を見つけられるような立ち回り方で発掘していただければなと思います。で、3つ目、累計以降も周回しようと思っている方はですね、財宝を発掘しない方がアイテム効率やエナジー効率が上がってきますので、まあ、累計以降周回しようと思っている方はですね、財宝を避けるように発掘していただければなと思います。で、最後、交換すべきアイテムに関しては、ドリル縦横で、さらにすごいシャベル、この3つのアイテムはですね、累計撤退を考えている方で、さらに周回しようと思っている方、まあ、どちらの方にもかなりおすすめなアイテムになってますので、まあ、この3つは欠かさず毎日交換していただければなと思います。はい、このそれぞれ3つずつ気をつけていただければ、まあ、このイベント効率よく進めることができるかと思いますので、まあ、ぜひですね、このイベント、この3つを気をつけて、まあ、周回される方はですね、がっつり特訓コーチなどのアイテム乱獲していただければなと思います。で、最後にこのイベント自然回復で終わるのかという話なんですが、このイベントはですね、しっかり V ロード試練チャレンジカップで実操作を行っていれば、自然回復で終わらせることができるイベントになってますので、まあ、累計撤退の方は特にですね、必ず実操作していただければなと思います。ということで、今回の動画は以上にしたいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白かった、わかりやすかった、今回のトレジャー周回するぞと思っている方はですね、チャンネル登録、高評価ボタンなどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。